はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではエストポリス電機、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、シャイア第三研究所から、アイセン島に行きまして、で、そこで海賊の頭をね、倒しまして、で、無事にライール教授とね、息子のルーを、まあ、助け出しまして、で、その後、シャイア第三研究所に戻りまして、で、ファルシオン号をね、海に潜れるように、まあ、修理してもらったところでね、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、ここから北北東の方にね、ソシエテという村があるらしいので、そのソシエテにね、行ってみたいと思います。ここから北北東にあるリング状の島の中心に北北東が沈んでいるはずですぞ。その島の周りには渦を巻いている場所が3つはあるはずです。ファルシオンはそこから海中に潜ることができますぞ。なるほど。ファルシオンはお前たちに貸しておいてやるよ。まあなんというかルーのお礼だ。なんか随分恩着せがましいですね。いろいろとありがとう。お父さんと仲良くね。まあ親子関係もね、まあ、修復されたみたいなんで、まあよかったよかったっていう感じかな。そしたらまずは研究所を出まして、この二人は話は一緒ですね。ここから北北東の方、まあ右上の方に進んでいけばあると思うんですけれど、ルフィアはラギルかな。海の敵にはウォーム系の魔法が効かないんですよね。これはこの渦巻きから北東に行けちゃうのかな。あら、さまよう鎧、これはまあさっきというか、まあ、前回行った海賊の塔にもいましたね。確かウォルムは引いたはずですが、ドレン、いいですね。あら、倒せない。あー、なんかお城がありますね。ここはダンジョン？なんかダンジョンっぽいですね。やめときましょう。ルフィアはラビル、こんな感じかな。ここが沈んだ黒島っていうことですよね。あのマキシムたちが最終決戦をやった場所だと思うんですけれど、この渦巻きは、これで海上に行き来ができると。あ、あれがソシエテかな。ラギル。スターフィッシュ、これで行けるかな。うん、いいですね。あ、ソシエテですね。ここは黒糖が落ちた時にできた島だ。そのせいかみんな気味悪がって住みたからないんだ。なるほど。黒糖が落ちた後にこの町ができたのかな。ここはお店かな。品揃えは多くないがゆっくり見ていってくだされ。あ、なんかいろいろ売ってますね。充実しちゃってますね。まあでも特に買うものはなさそうかな。あ、ホーリーヘルムはいけそうかな。女性陣は、
あ、ホーリーキャップ。カッターウィップもルフィアに装備できそうかな。うん、まあ買い物関係は実況会でやっておきましょう。ちょっとね、持ち物も整理したいんですよね。あ、宿屋さん、ここ3パートぐらいね、まあ、連続で撮影をしてるので、かなりね持ち物がいっぱいなんですよね。ここは何もなし。ここはただのベッドルーム？地下にあるっていうのはちょっとおしゃれでいいですね。何もなし。ここは、あ、ここは教会か。あ、なんか洞窟がありますね。周りは特に何もなさそう。隠れたアイテムとかね、最近なんか全然探してないんですけれども、まあいいでしょう。この町にお客さんが来るなんて珍しいわーと、まあ、結構偏僻な場所にありますからね。お、宝箱。ミラクロース。あ、おじいちゃんがいますね。島の内側の海は、外海と海底トンネルでつながっているらしい。もっとも確かめたものはおらんがな。島の内側の海は外海とトンネルでつながっている。さっき言った場所かな。お、わら人形。デスアロー。何もなし。ソシエテはこんなもんかな。意外にちっちゃい場所ですね。今7分ぐらい。ちょっと島一周してみますか。ん？ダイオウガエル？なんか懐かしいですね。あ、でもそれなりに体力は高めか。あ、これ毒か。普通に歩いちゃいましたけれども、ここはでも何もないのかな。マッドウルフとグリフォン。マッドウルフはまあウォムでいけるでしょう。アクロスもうちょいでレベルが上がりますね。この真ん中の海にお城が落っこってきたのかな。なんか先生食らってるんですよね。ちなみにウォルムは、あれ倒しちゃうかな。200ぐらいで、アグロスがレベルアップ。あんまりステータス伸びませんね。マウンテンタートル、マウンテンタートル、このレベルならいけるかな。イニシエの洞窟で相当苦労した覚えがあるんですけれど、まあ、あの頃よりはだいぶレベルが上がってるから大丈夫そうかなと思ったら100くらいましたね。ちょっとびっくりですが、まあ、さーっと倒してください。ドリット、
見える渦巻きからさっきの海底トンネルを通ってお城に行くって感じですよね。なるほど。若干の尺稼ぎをしたところで、一泊しまして、で、今回は、このソシエテの村でね、セーブをして終了したいと思います。これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。